ラララララジオだ、ラララララジオだ、ラララララジオだよ。大ちゃんぐラジオ、FM 博多。どうもこんにちは、大ちゃんぐです。さあ今回第11回目の放送になります。大ちゃんぐラジオ FM 博多ということでやっていきたいんですけども、僕はねいつもゆずさんの曲を中心にハーモニカの動画や弾き語りの動画を投稿させていただいてます。今回はですね、ライブアニマル通り、2021年のゆず当時の日のライブを見終えてということでやっていきたいんですけども、皆さんね、ゆず子さんがね僕のチャンネルには多くいらっしゃると思うんですけども、ハーモニカの方がね多いのかな、ちょっとわからないですけども、ゆず子さんだったらね絶対に見られたであろう、ゆず当時の日ライブ2021年ということで、昨日はねゆずっこさんの中では盛り上がったと思うんですけど、なんでね盛り上がったかと言いますと、その当時の日のライブを知らない方のためにね少し説明させていただきますと、日本の伝統行事といいますか、12月22日にですね、当時の日ということで、あのゆず湯に日本人も入るんですよね、行事というか、それにちなんで、ゆずさんがね当時の日ということでライブをね、全国各地いろんなところで、ね、路上ライブということで無料でね、無料ですよ、あの大物アーティストが無料でライブをされていたんですけども、2017年だったかな、デビュー20周年を迎えたね、その2017年にゆず、の原点である横浜伊勢崎町の生配信ライブを最後に、終止符を打ったということで、もうね当時の日のライブ終わってたんですよね。もう残念ながらもうゆずっこさんは誰もが悲しいんだと思いますけども、もう終わっちゃってたんですよね。それがね4年ぶりの25年目のイヤーということで記念をしまして、4年ぶりに当時の日のライブが、復活ということで、もうめちゃめちゃ盛り上がったんですが、まさかのしかもねそれが、ライブ生配信で価格が無料ということでね、最近ねゆずさんのねあのオンラインライブの結構あるんですけど、まあね、結構有料な感じで DVD 化されたりすることもあるんですけど、これはね無料ということで、僕もね、日程を合わせてとか夜勤明けだったので、まあ昼間寝て、夜、準備して見させていただいたんですけどね、もしね見られてない方はね、この先ほど、ゆずさんの方で情報になりましたけども、ゆずさんのね公式 YouTube チャンネルの方と、楽天 TV さんの、方でねアーカイブということで動画を見れるそうです。配信期間がですね決まってるようでして、本日の23日から、1月6日、来年の2022年の1月6日23時59分まで、見られるそうです。12月23日20時から、今日の20時から、2022年、来年の1月6日23時59分まで、アーカイブということでね見れるということで、もう見逃された方もね何度も見れることでめちゃめちゃありがたいですね。ということでね、今回はねこのライブを見た上でね、感想と言いますか、僕の中でね思ったことをどんどんラジオで話させていただくんですけども、これ本当はねなんかゆずっこさんと一緒にこう語られるラジオみたいな感じにしたら一番僕の中で盛り上がると思うんですけども、それだったらねちょっとあの投稿が間に合わないので急遽ね一人で投稿させていただいてます。そんな感じでですね、セットリストの方がですね僕のインスタのねゆずこ友達の方も、結構ね綺麗に上げてくださってたので再確認させてもらったんですけども、今回のねセットリストが1曲目あー青春の日々、そして2曲目日だまりにで、そして3曲目バイバイ、そして4曲目イコール、そして5曲目、生命、そして6曲目が、夏色、そして、7曲目が、栄光の駆け足、そして8曲目がその時にはということで8曲やられてたんですね。結構なんか1時間分ぐらい歌ってたような感じがするんですけど、気のせいかな、8曲しか歌ってなかったんですねって感じで終わってみたら、でねやっぱ曲がね1曲目のこの青春の日々から始まった感じがめちゃめちゃかっこよかったですね、本当に。で僕的にはね勝手にこう今はね昔のゆずさんの曲を弾き語りをさせてもらってるんですけど、昔のゆずさんの曲を中心にね、あの路上ライブということで昔のね曲を結構楽しみにしてたんですよね。地下街とか猫じゃらしとかね、てっぺんとか、そういう曲をやられずに最近の曲をねやられてたこともびっくりですね。その弾き語りでやるときとライブでやるときって多分選曲が違うと思うんですよね、勝手な思いですけどね。だけどこの弾き語りでもバンド形式の曲をできるんだぜと言わんばかりに、生命とかね、もうバンドバージョンでしか難しいんじゃないかという曲を弾き語りで、やられていました。で僕は的にはねやっぱ英語の駆け足とかね、夏色とか、あー青春の日々とかね、もうメジャーのゆずの中のメジャーの曲がもうやっぱね感動しながら聴いていたんですけども、やっぱねその時にはっていう曲がね、あの僕がね最後の曲で歌ってたその時にはっていう曲があるんですけどね、これはねゆずさんが、コロナ禍でねみんなが外出禁止になってステイホームになった時に、みんなからねこの歌詞を集めて、その歌詞で自分らと歌詞とこういろいろ考え合わせて、ファンと一緒に作った歌詞の歌でして、その時にはね
ということで歌われてたんですけど、まあ、それがね YouTube の方に流れてたんですけど、その YouTube の方に流れてから結構歌ってね、今回ライブで生配信ということで聞いたらね、やっぱ歌詞がね良かったですね。まあね、もうその時にはの曲が出た時からもう結構経つんですよ。それこそ、まあ、1年は言い過ぎかな、経つんですけども、まあね、まだね全然コロナ言ったら新しいコロナのね、新型コロナウイルス、オミクロン株とかいうやつが出てきてしまいましたけど、まあその時にはっていうのをね待ち続けている人がいっぱいいると思うんですけども、そんなね僕もね会いたい友人とかね、行きたい場所とか、やりたいこととかいろんなことがある中でね、その時には、待ち続けてる一人なんですけど、それをねこう自分の人生とこう照らし合わせながらね、こうユウさんの生配信ライブのその時にはを聞いた時にちょっとね感情を輸入しまして、泣きそうになりましたね。そんな感じでですね、このねライブが行われた4年ぶりに行われたからには何かあるんじゃないかというふうに、まあね、僕は、思ってましたけど、まあ、みんな思ってたと思いますね。じゃあ案の定ねありましたね。2022年3月、16枚目のアルバム、ピープル、そして2022年6月、17枚目のアルバム、シーズというね2枚のアルバムの発表を告知されまして、その後ねそれのアルバムのツアーということで、ユズアリーナツアー2022ピープルAlways with you ということで、全国ね4年ぶりとなる全国アリーナツアーということで開催されるということで、まあ、その告知もね際しましてやられたのかなというふうに思うんですけど、もうねその生配信ライブを聞いて、そしてねアルバムが出るということを聞いて、そしてねまたツアーが開催されるということを聞いてね、もう僕としてはねもう満足ですね。もう今のね自分の家の中にこもって YouTube したりね仕事行ったりする生活が当たり前になってる中で、このね非現実的なユウさんのライブとかね、いろんな地域に旅行に行ける日を楽しみにしながらね、僕はですね5月の14日広島グリーンアリーナ、もしくは5月の15日広島グリーンアリーナ、どっちかをね狙ってるんですけど、これ見た感じだとね、まあ、ツアーの表を見たんですけど、なんかね西日本というか、まあ、九州、四国、中国地方、広島グリーンアリーナしかなくねっていうことで、これ倍率やばいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕はね一応 S 席を狙って、 S 席1万6000円ってクージャニーズレベルになってきた、まあ、指定席のね、1万1000円払うぐらいだったら、4年ぶりなんだから S 席のね1万6000円払ってやろうじゃないかということで、1万6000円の S 席を狙ってるんですけど、まあね倍率高いかなこれということで、一応ね抽選の方には応募したいと思うんですけどね、もしね僕のね YouTube 大ちゃんぐミュージック TV を見られてる方で、ゆずっこの方でもしね広島グリーンアリーナに当選された方がいればね、そこでね本当に YouTube で出会いましたとかインスタで出会いましたということで会ったりしたら面白いかなと思いますね。そういうことも楽しみにしながらね、ゆずさんのライブを、楽しみに、これからもね仕事に、そして YouTube に、そして趣味に頑張っていきたいと思っております。ということで今回のラジオは終わらせていただきます。寒い日が続きますけども、そしてねクリスマスになりますけども、皆さんはね自分らの生活をする中で自分らにできることを見つけてね、僕らはとりあえずあれですね体調を崩さないということで日々頑張っておりますということで、良い年末年始をお迎えください。まあ、その前にクリスマスがあるかということで、今年最後の、多分ね今年最後の大ちゃんぐラジオになると思うんですけども、また来年もね、大ちゃんぐラジオ FM 博多の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。またね。